さあ行きました、レフト、レフト超えた、上地雄介のバットから生まれましたタイムリーツーベース。これからはもうとりあえず勝ちにいきます。ほら後半どういった系統、そして誰がこれヒーローになるか、はい、迷宮回の攻撃は7番ファースト田中幸雄。それから腕の太さなんかは、ああこれはいい当たりになりました。いいセンターが、いい、はい、しかしそこにいたセンターのバート彦三郎の上を越えて、さあここから迷宮回の反撃開始です。バッター谷繁元信、史上最年長でのね迷宮回入りというですね記録もありました。最も多い試合数ということで、はい、さあこれはあらこれはというよりも谷繁さんデッドボールでガッツポーズしてましたからサード野村健次郎、ここはちょっと冷静に背番号7、さあ叩きつけるバッティング、ファースト、どうするとりあえずベースカバーの危ないベースカバー増田間に合いました。危ない。そしてメジャーでも活躍されました福留孝介さん、バッターボックスです。そしてなんといっても今年は WBC がありますが、よっしゃ、さあここは福留孝介をサードフライに打ち取りました。ランナー二塁三塁ツーアウトです。さあここつないで3番4番に回すことができるか、うんうん、さあ満塁、これのが守りやすい。さあそしてバッターボックスは井口です。さあ満塁ツーアウト、さあ初球からだ、さすが勝負強い、さすが自らの引退試合で9回2点ビハインドツーランホームランを放つというような勝負強さ。3回の裏井口のバット満塁から2点タイムリーで追いつきました迷宮回。岡田さん、はい、相方がここでなんとか踏ん張ってくれないと、ね、ゲームを盛り上げてくれないといけないんで、うん、一言お願いしますよ。頑張るよ、よっしゃ。これは1、2塁ということで3塁ギャンバス踏んで3アウトです。しかしこの回迷宮回チームは2アウト満塁から3番の井口忠人の2点タイムリーヒットで同点に追いつきました。2対2です。引き続き皆さんよろしくお願いいたします。さあそしてこの回は先頭武井は早い、はいはい、岡田圭介さんにお越しいただいてますが、山本昌さんがちょっとまたピッチング内容変わってきて、はい、やっぱりこれですよ ねこれでまた試合のリズムがね、さあまたどっちに転がるか。ファーストの田中がそのまま掴んでベースを踏んで、もうあっという間に4回の表終了ですよ。いやいや、これはちょっと迷宮回の方に流れが、これからはもうとりあえず勝ちに行きます。もう勝ち、マジで勝ちに行く。勝ちに行きます、はい。でも改めて大魔神監督はもう出ない一切。はい、一塁コーチャー。一塁コーチャーと。専業です、はい。あとはもう指示だけで。もう任せます、はい。うわー、はい、これは後半どういった系統、そして誰がこれヒーローになるか。はい、ね、期待しておりますんで。はい、頑張ります。はい、はい、お願いします。5番。キャッチャー先ほどからも何度もお伝えしていますが、このもっちゃんスタジアムで迷宮回入りを果たしたというこの古田ですが、はいはい、サードゴロになりました。サードがここでお手玉ということで、先頭がノーアウトで、ここは古田ガッツポーズ出ました。捉えるというような、はい、おっとここは変化球にバットが回りました。あセカンド右方向、さあこのいいよおっちゃん危ない、いや流れが行きかけた、先頭打者をエラーでの出塁許しましたが、松竹ロビンスなんとか増田是彦、はい、切り抜けました。谷繁さんやっぱりサイドスロー苦手なの？芸人のピッチングですよ、球ですよ。まあ、やっぱ緩急がねちゃんと、いやほぼ緩しかないけど、まあちょっとね、あの現役時代からサイドスローとかアンダースローちょっと苦手で、1打席目ちょっとデッドボール、正直嬉しかった本当ガッツポーズとか多いよ本当にね。ありがとうございます。これは2者連続ヒットということになりますか。連打が出たよ、連打が、これはチャンスだよ。キャッチャー上地雄介、先ほどはレフトオーバーの先制の2点タイムリーツーベースですが、古田が掴んでチャンスで、ここはキャッチャーフライに倒れました。お、あ、
佐々木監督が出ましたか。ピッチャーが火の玉ストレート、藤川球児、岩瀬ひときに代わりまして藤川球児。うわ、先ほどもありましたが、バッターは、はい、バッターはね、相方、はい、増田秀彦、増田秀彦、愛の阪神ファン、もうおっストレート宣言ね、本当にピンチを切り抜けてきた。今のも浮き上がって見えてるんじゃないでしょうか。はいはい、打つとこの試合の MVP に一気に近づきます。あっ、でからまたタイガースということで、おお低い、長崎のぞみがバッターボックスです。しかしこれはショートフィールドフライ。6番センター稲村亜美、背番号13。神スイング、これ神スイングという言葉がね、この稲村さんのね、素材というのは本当に大きかったですね。速い、いないと言いますか、相手打ちました。さあさあ、変わったサード谷繁から一塁の田中幸雄に送ってスリーアウト。依然2対2のまま5回まで終了しています。ロビンスこの回無得点です。9番ピッチャー笹川萌え、名球会の攻撃は9番いいボール、ヤント野村健二郎。ただもうこの初球見てちょっと名球会のベンチがざわついておりますよ。そうなんですよね。おいおいおいと、このカーブも。そしてね、野村健二郎さん、そして福留さんと左が続きますね。はいはいはい、インコース外れましたあのスピードのボール当たったら痛いね。野村健二郎一塁に歩きます。選手福留康介、ランナースタートです。走った、ショート逆に、ここは走ったことが功を奏しました。ランナーを進めた形となりました。いやいやいや、練習するタイプの子でもなかったと。おもう天才派だよ。おナイスナイスプレー、おーうまい、これ挟んだ、ランダムプレー、これはよくキャンプで見るランダムプレーメジャーリーグが苦手というですね、そこまで追い込んだよ。ただランナーが2塁に来てから、なんで投げんねん、そのまま追い込んだらええねん。もうさあ、ここは最後はタッチアウト、まあまあいいでしょう。萌えちゃ、すごいですよ。あんな鋭いピッチャーゴロ、ナイスフィールディング。さあ、そして3回裏の2点は井口忠人選手の2点タイムリーということでした。田村千葉監督がね、シュート打ち上げた、これは大きい、どっちどっち、声出して、OK、さあ掴みました。セカンドが使ってスリーアウトです。どんなドラマが待っているか。うわー、ここはストレート、迷宮会ベンチため息に包まれた最終回の攻撃です。これで終わってしまうのか。